忘れがちですよね、ペットボトルの蓋そのまま一緒に捨てちゃう皆さん、もう今日下平選手がおっしゃったので今日からやめましょう。はい、ではちなみにこのアーサーワーのことは以前からご存知でしたか。これはじゃあどうしましょう、斉藤選手。この、イベントのことを知らされて、初めて知りました。なんで感想ありがとうございます。知らなかったんですけど、まあ、ただ今日知れたことで、まあ、これから意識をしていこうかなと思ってます。ありがとうございます。ということで、じゃあこのアーサーをきっかけにこれから心がけようと思ったことなどありますか。じゃあ下平選手。そうですね、まあゴミの分別とか、まあ、もちろんやってますけど、より細かくこうこまめに電気消すとか、そういうの、まあ、お風呂も、ね、水出しっぱなしにしたりとか、ね、皆さんしてるかもしれないですけど、これからはしないようにしましょう。一緒そうですね、必要以上に使わないっていうこと、とっても大事だと思います。では斉藤選手はどうでしょうか。これから心がけようと思って、まあ、全ての行動ちょっと考えて、行動できるようにしていきたいと思いますし、試合の会場でも、たくさんの人が見に来てくれてるので、その中でみんなが、取り組んでももっと変わると思うので、こういう活動っていうのをもっとしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。今斉藤選手もおっしゃいましたが、私たち一人一人の取り組みが大きな変化をもたらします。ではそうですね、少し視点を変えて、この取り組みを主催している世界自然保護基金ジャパン、通称 WWF ジャパンなのですが、ご存知でしたか。こちらはじゃあ下平選手。WWE は知ってるんですけど、プロレスね、まあ、そう、ドナルドも大好きな俺の大好きなプロレスね。 WWF はちょっと僕は存じ上げてなかったです。コパンダくん頑張ってるので、ぜひ一緒に覚えてあげてください。はい、パンダが目印のダメラブーです。では今回会場となっている、また所属チームのホームタウンでもある横浜市と取り組んでいる横浜スリム、ごめんなさい、横浜スリムの活動について少し教えていただけますか。斉藤選手、教えましょう。リデュース、リユース、リサイクル。素晴らしい、皆さんもうこれでしっかり覚えましたね。はい、ありがとうございます。力強いお言葉をいただきました。では、アーサーワーの新年大使就任をきっかけに、環境保全や自然保護の取り組みをぜひこれからも引っ張っていってください。よろしくお願いいたします。横浜 F マリノス下平選手、斉藤選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。さて、そろそろ招待の時間、午後8時半が近づいてまいりました。アーサーワーはまず日付変更線のすぐ西側に位置する南大西洋諸国で始まります。順次現地時間の午後8時半を迎えた地域で、アーサーワーが実施されていきます。時差の関係から東から順に消灯がディレイになってぐるっと地球を一周するんです。南太平洋の国々ではすでに日本時間の、午後5時半から消灯のディレイが始まっています。アーサーワーは年々規模が拡大しており、昨年2014年は162カ国以上、7000を超える都市や町が参加しました。東京タワー、広島城、アメリカのエンパイアステートビルディング、ゴールデンゲートブリッジ、台湾の台北101、南アフリカのテーブルマウンテンなど、世界のランドマークが毎年消灯しています。2015年 WWF ジャパンは、新たに自然エネルギーは当てになるをメッセージとして、国内に広くアースアワーへの参加を呼びかけてきました。皆さん、これだけたくさんの呼びかけにお答えいただきありがとうございます。日本でのイベント開催地となる横浜市は、自治体としてアースアワーの参加を表明しており、
一般社団法人横浜みなとみらい21の協力のもと、コスモクロック21や横浜ランドマークタワーなどみなとみらい地区を象徴するランドマークをはじめ、事業者、ホテル等の施設、市民の皆様が消灯を行います。また日本では東日本大震災以降、ライトダウンの最初の1分間に被災地の復興を願い、祈りを捧げています。午後8時半になりましたら、カウントダウンの後、私の掛け声に合わせて、この場にお越しの皆様も東北の被災地の皆様へ向けて黙祷していただけますようお願いいたします。そろそろ午後8時半が間近に迫ってきました。ここでオープニングパフォーマンスを披露していただいたトリコロールマーメイズの皆様にも再度ご登場いただき、全員でカウントダウンをしたいなと思います。